はい、花太郎です。ちょっとね、カメラのレンズっていうかカメラを変えたんですけど、ここですよね。ここはなんかパカパカしてるんですよね。もうちょっと近い方が見やすいと思うんですけど、ここはパカパカしてるんですけど、ちょっと、あれ、カメラ効果かな。さっきね、自分でやってた時は全然外れなかったけど、なんか人が見てると思ったらなんか急に外れやがったっていう蛍光灯から舐められてる感じがするけど、もしかしちょっと一回、もう一回ちょっと試してみましょうか。もう一回つけますね、これね。ちょっと近くで、これちょっと魚眼にしちゃったんで見にくいんですけど、これでよっ、あれ、グロー球と蛍光灯が一気に壊れるってあるのかな。ねえ、さっきついてたのがもうつかなくなったぞ。それか、このグロー球がもしかして、これ買ったばかりなんですよね。さっきも見せた通りこれなんですけど、不良品だったのかな。若干怪しいな、これ。なんかこっちの暗くて本当によく見えないんですけど、ちょっと見てみますか。こっちの方が明るいんで。こんな感じですよ。これちょっと近くはちょっとピントが合わないんで、全然違うところにピント合ってる。これ最大にここまで寄れるんですよね。ここで、これでなんとなくここでピントが来てますね。これ壊れてる？壊れてない？全くわからんつ。もう一回ちょっと撮りますね、せっかくなんで。もう高さとかちょっとめんどくさいからさ、あれだけど、これでピントをもうとりあえず無限にしといて、はい、じゃあこれつけますね。見えてるかな。これ GoPro とかと同じ画角なのかな。これもう一回これつけましたね。さっきもね、だから間違えたのつけたかなと思ったんですよね。あれ、なんかこのカバーを外したら、さっきはほら曲がりなりにもチカチカついてたじゃないですか。こうちょっとピン、こういう時ちょっとめんどくせえな。ここですね、さっきは曲がりなりについてたんですけど、このカバーを、これですね、カバーを外したらピクリとも動かなくなったぞなんかあれだよな、人生いろんなことが起こるよな。なぜつかないって話ですもんね。さっきはチラついてたのに。あ、あれ？でも今、あ、あれ？でもなんか暗いんだよな。一応つきましたけど、もうこれ弱ってんのかもしれないな。もう一回ちょっとドンキ行かないといけないかもしれないですね。これじゃね、さすがに暗すぎて、ここにほら、飯とかあって、これで見たらね、そんなに暗くは見えないんですけど、実際見たらね、全然暗いんですよね、これね。でもこれ魚眼ってちょっと便利ですよね。せっかくなんで、魚眼の、これが換算 7.5 とか 15mm ですね。でも、F 値は 3.5。でも 3.5 でももう、ほぼね、ピント合うっていう、ほら、これもう、これマニュアルアシストして見たらめっちゃもう、ピント合いまくりですね。変なもん映ってないよな。よし、こんな感じですね。魚眼にするとこんな感じ。でもね、なかなかそんなに使わないんですけどね。まあでも外での撮影とかだったら、まあたまにはちょっとこういうのでもいいのかもしれないですね。はい。ということで、やっぱり暗い。うん。暗いし、ここの電球もね、なんかね、この上の方あるんですよね。これも、玄関の明かりをつけたらですね、基本は、まだチカチカしてるな。これ玄関って書いてるんですね、ここに。ちょっと見えづらいかもしれないけど、洗濯機のそこに玄関ってあるじゃないですか。あれ、あ、さっきついてないのに今ついた。なんだこれ、なんかどっちも挙動不審だな。ほら、なんかチカ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 してますよね。こんなちらつきないですもんね。だから念のためこっちがダメな可能性も加えて、この電球蛍光灯ですね、もう挙動不審がすげえ。で、あ、こいつ消えた最悪だな。
今日ちゃんとあれしようと思ってたんですよね。本当はドラマのレビューをちゃんとちょっと溜まってきたんで、さすがにちょっと 2個ずつぐらい、ちょっとできれば2つ2回撮ろうと思ったんですけど、この朝から電球がつかねえから。で、あとこれまたこれおかしくないですか。なんかさっきも言ったけど、これなんか紫色でなんか光ってますよね。なんかチカチカチカ、こんなもんでしたっけ。こんなとこ光ってたかないやーひどい。これ全然状況が改善しないので、もう一回ですね、はい、行ってこようと思いますね。最後ちょっとローアングルにしましょうね。ローアングルです。ローアングルでもないけど、はい、じゃあそんな感じ。じゃあちょっとドンキもう一回行ってきます。で、今日ねあったかいんで、まあ後でちょっとスマホで撮るかもしれないんですけど、半ズボンでも全然いいとそんな感じ。まあ雨じゃなくてまだ良かったって感じですね。はい、そんな感じの放送に